はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトル利用編極上、こちらのフロア1ですね、攻略していきたいと思います。ではパーティーとステータスを見てください。ご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダーロハンですね。取り込む経験イカ様つけています。そして時太郎ですね。ゼロスマ悔しいか拡散スマッシュをつけています。そしてフレンドはカーズですね。エキスパカーズ、こちらが仲間になってくれてます。山あります。早速ね、ゲージを貯めていくというパターンでやっていきたいと思います。さあ、それではいきなりカーズでゲージを満タンにしてもらいましょう。俺が時を止める。時は動き始めた。はい、1ラウンド、あ、まだですね、まだありましたね。さあ、続いてもカーズ様でゲージを回復。それでは時太郎で俺が時を止めた。そして相手の破壊し、時が動き始めた。動いていきます。さあ、第2ラウンドですね。相手のばらまきが面倒ですが、拡散スマッシュがあればそこまで怖くない。いきなりね、失敗しちゃいましたけど、まあ、次を狙っていきましょう。時を止めた。アイテムは破壊しました。時は動き始めた。さあ、続いて第3ラウンドですね。第3ラウンド、ここはゲージが溜まりにくいので、まずは先にですね、やっていきましょう。状態異常、止めておきます。動き始めた。さあ、これで邪魔なものはなくなっていきましたし、ゲージが満タンなのでは気にせず倒していきましょう。動き始めた。はい、第3ラウンド無事クリア。そして最終ラウンドですね。さあ、どん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 アイテムをばらまいてくれます。シーザーがね、あ、ちょっとしかやってないですね。で、今回は気になるのがジョセフですね。死亡時にスキルゲージを回収していくので、俺が時を止めた、気をつけたいところです。一応倒しきるまでは走っておきましょう。ですね、あとはどこで止まるかです。ここだ。時は動き始めた。さあ、4ヒットなのでゲージを没収されても大丈夫。ゼロ様、ありがとう。さあ、行きましょう。
俺が時を止めた。さあ全員を倒せましたね。動き始めた。あんなに近くで弾が来ても、はい、無事クリアしました。はい、ということでね、無事クリアすることができましたので、終わりたいと思います。またね、フロア2の方を、極上のフロア2を攻略していきたいと思います。ではラストの回